ただいまより How to your CFE Change My Life プレゼンテーションを始めさせていただきます。長越ゆうきです。よろしくお願いします。まず自己紹介から始めさせていただきます。私は今、北極大学に通う大学生で、対人関係が少し苦手です。で、家が、個人塾をやっておりまして、そこでアルバイトをさせていただいて、非常勤でアパレルの方もさせていただいております。服飾大学に行ってるので、その辺のつては結構あって、たまにですけど、働かせていただいてます。で、犬1匹、5匹と今、暮らしております。で、今、ここに映ってるのが、うちにいるペットたちなんですけど、猫3匹、犬1匹と暮らしております。猫は1年2匹のペースで増えております。今もちょっと後ろで寝てるんですけど、試合をしてるとたまに邪魔してきますね。この子たちすごい可愛い子たちです。で、私の家の近くに神社がありまして、そこに、鶏さんが飼われてて、私がちょこちょこ遊びに行った時に、こう餌をあげたりすると懐いてくれて、撫でさせてくれます。すごい人懐っこいので、日本に来る機会がありましたら、よければ遊びに、熱田神宮の方に遊びに行ってください。とても人懐っこいので、すぐに寄ってきてくれます。私の TOC の経歴についてなんですけど、2000年生まれで現在21歳です。12歳の頃に TOC と出会って、13歳の時に初めてプレゼンをさせていただきました。14歳の時に、ボイスカートの話をテーマにプレゼンションさせていただいて、18歳の時に大学受験の話をさせていただきました。今現在21歳、進路についてプレゼンテーション今回はやらせていただきます。今までのテーマをさっくり話すと、明るく前向きに生きるの、これを一番初めにやりました。で、次に先ほど話しましたボーイスカートの話をさせていただいて、次に大学入試の話をさせていただきました。6年間の TOC で学んだことは、まず人生生きていく上で手に負えない問題が次々と起こります。で、考えるための道具とやり方を TOC で与えられました。そうすることによって、自分で物事を考えることができるようになります。そうすると、考えて生活する楽しい日々生活が送れるということができるようになりました。ちゃんと自分で考えなさいっていうことをよく聞かされると思うんですけど、それは考え方がわからなければ実行することができないので、TOC のこのツールはとても私の人生で大きな役割を与えてくれました。先ほど少しお話ししたんですけども、今回のテーマは進路についてです。今の私の状況について TOC で考えてみました。今私は大学3年生なんですけども、3年生のこの時期になると就活というものが始まって、将来どこで働くかを考えなければいけない時期に入ってきました。で、周りは順調に就活を進めているんですけど、私は進路をどうするかについて少し悩んでしまいました。この時期になると自分の長所と短所を同時に見つめ直す時がやってきて、本当に今のまま就活していいのかという疑問が残ったまま、3年生を迎えました。進路について一番最初に上がったのが、ファッションの会社に就職するということが上がりました。ファッションは私の好きなことなので、やっぱり就職するにはぴったりだなと思ったんですけど、一番の理由としては、ワクワクしながら続けられることが一番のメリットではないかなと考えました。ファッションは自分の趣味であるし、好きなことなので、好きなことならば少しぐらい嫌なことがあっても続けられるのではないかと考えました。もう一つ進路に上がったのが、実家の塾を継ぐということが上がりました。働いてみて思ったんですけど、やっぱり子供たちを教えるということが得意なのかなということが分かって、周りの人にもちょっと、やっぱり子供たち
に何か教えるってことは得意なんじゃないのって言われたり、自分でもそれを実感しているので、得意なことを活かせるということが一番のメリットとして上がりました。この2つの共通点は、自分のやりたいことを職にして生活していけることだと思います。ファッションの会社に就職することは得意なことを活かせることではないのかと考えたんですけど、この大学に通ってるうちに、周りに優秀な人材がいっぱいいるので、その人たちを見てると、やっぱりこの子たちの方が私よりももっと社会に出て貢献できるのではないかなということを実感しました。あと少し人間関係が苦手なので、会社という場所に放り込まれた時に対人関係を築くのがちょっと絶対無理だなということを考えてしまいました。だから個人的にもすごく苦手意識があるので、ちょっとできるだけ避けたいなというのが本音です。で、実家の塾を継ぐことがワクワクしながら続けられることではないのかと考えたときに、やっぱり一人の人生を預かることなので、やっぱり荷が重たいですね。なので、楽しいなだけじゃ終わらないことがほとんどなので、やっぱり一人一人の人生を預かるのは重たいので、毎日ワクワクしながら続けられるとはちょっと考えられなかったです。2つの私のワクワクしながら続けられるということと、得意なことを活かせるということを2つとも叶えることができれば、自分のやりたいことを職にして生活していけるという目標を達成できるのではないかと思い、結果的には保育士の資格を取って幼児や低学年の子の先生になるということが上がりました。この保育士の資格というのはですね、法律上、この資格を取ってないと教育者として認められないということがやっぱりあるので、この資格は必要不可欠だということが分かりました。そこでですね、自宅で子どもたちにお裁縫とか教えられれば一番いいのではないかと考えました。この2つを満たすことができれば、自分の一番やりたいことを職にして生きていけるのではないかと考えました。そこで出てくる障害についてなんですけど、まず子どもたちによってできることが違ってきます。やっぱりスキルも違うし、年齢によって手先の器用さも違ってくるので、それによって個人差が出てきてしまう。中間目標としては、子どもたち個人個人でできることを測ってスキルアップを図るということです。アクションとしては、子どもたちのできる範囲を個人個人でまずやらしてみるということです。次に障害に上がるのが、習い事が今、溢れている状況なので、その中で、習い事の一つとして選んでもらえるかという障害が上がりました。中間目標としては、習い事の中から選んでもらえるということです。アクションとしては、親から注目してもらえるような宣伝をするということになります。この辺は後で、次のスライドで詳しく説明します。次の障害に上がるのが、親は子どもたちに、裁縫のスキルを身につけてほしいと思っていないということが上がりました。中間目標としては、このスキルをここでしか学べないものだと認知してもらうということが上がりました。で、アクションとしては、まずこのスキルがこの子に必要だと認知してもらう説明をするということになりました。アクションとしては、この子に必要だと認知してもらう説明をするということに至りました。親の気持ちになって子どもの問題を考えてみたときに、例えば挙げられるのが、うちの子はじっとしてられないんですって挙げる方が多いんですね。これに対しての回答が、一つのことに対して集中して取り組むことができますよということを伝えるということと、あともう一つ加えて、物事を自分で考える習慣をつけることができますよ。これはもちろん TOC を使って子どもたちに考える工夫を教えたり、ズルを教えたりしていけたらなと思っています。もう一つ重要なことだと、その時間帯ならうちで預かることができますということです。
これ結構あるなんですけど、学校終わった直後で預かってほしいっていうところが結構多くて、結構ありがたいっていう家庭が多いんですね。ね、この3つは結構お母さんたちにとって重要な役割を果たしてくれる強みだと思っています。最後にこのスライドを作ってみて考えたことがあって、好きなことを職業にすることが正しいわけではないということと、もう一つ言い方を考えれば解釈も印象も変わってくれるということ、子どもたちでもそうですし、親御さんに対するリアクションもそうですね、どういう言い方をしたら伝わるのかというのを考えさせられました。できる限り経験を早いうちに積んでおくべきだということと、あと失敗しても成功しても将来それが経験として生きるので、経験として生きる時間が長い方がいいので、それはもう若いうちに失敗も成功も体験しておくべきだと考えました。以上になります。ご清聴ありがとうございました。